モーニングコートの下に着用したウェストコートウェストコートは男性の洋装において上着の下に着用して胴体部分を覆う被膚であり主に清掃や冷掃あるいはスリーピーススーツに中着として着る袖のないベストを意味する道着や道位とも呼ばれているなお英語のベストは日本語ではウエストウェストと読み書きされることが一般的だが実際の発音は ウェイストに近い。17世紀後半以来紳士服はジュストコール、長袖のベスト、キュロとクラバットから構成されていたが、18世紀に入るとジュストコールが細身になり、ルイ15世の時代にはベストの袖がなくなった。そして、この袖のないベストが、ウェストコートと呼ばれるようになった。現在では、単にベストといえば、男女問わず、 丈が短めで袖がない上着の下に着る道着という意味で用いられることが多い。なお、日本では明治期に袖なしの短い道着を直着と呼ぶことが定着した。その語源については外来語に由来するという説、直着の転下であるという説などがある。しかし、1960年代から1970年代にかけてベストなどの表現がより一般的になったと言われている。 清掃時のウエストコート。塩味ク着用時にはその下に白のウエストコートを着用する。ウエストコートを着用するときは伝統的にはベルトを用いず、サスペンダーを用いていた。最も典型的には正面を縦一行で5ない白っ個のボタンで留め、全身の生地は背広と同じもの、後身の生地は裏地同様のものか表地と同様のものが用いられる形状である。 背中には、美情がついていて、サイズの調整が少しできるようになっている。襟部分は折り返し襟がないものと折り返し襟があるものとがある。胸ポケットは、スーツと同じように左側や、右側と左右両方につけることができる。内側のポケットは現在あまり見かけないが、アウターウェアの名残でかつてはついていた。フラワーホールもつけることができる。シングルの背広に、 シングルのウエストコートがほとんどだが、ダブルのウエストコートも存在する。シングルの背広に、ダブルのウエストコートやダブルの背広に、シングルのウエストコート、ダブルの背広に、ダブルのウエストコートを合わせることもできる。ウエストコートは、背広の種類や、ブレストや、礼服の種類、無地カストライプの有無、背広の色、ボタンの数と V ゾーンの深さによって外観が異なる。 シングルの背広は2つ掛け以上の場合は最下部のボタンを外すのが正式。ウエストコートは5つ掛けなら全てボタンを掛け。6つ掛け以上ならボタンが一直線に並んでいる状態なら全て掛け。最下部のボタンが離れているなら最後のボタンは掛けないで外しておく。カーディガンの場合も同様にする。ボタンとボタンの間隔は5センチ。2つボタンの背広の場合は 1> 第1ボタンをかけた状態で、ウエストコートの上のボタンが2個除くくらい、3つボタンの背広の場合は1個から1個半除くくらいで仕立てる。ダブルの背広の場合は、シングルダブル問わずにウエストコートを見せない、もしくはウエストコートを着用しないとされている。一番下のボタンは外して着用するのが正しいが、塩微服等夜間の冷装のうち、木として用いられるものは、 すべてのボタンを止めるのが通例となっている。また上が深いスラックスの場合は、ウエストコートの丈を短くし、また上が浅いスラックスの場合、丈を長くする必要がある。ベルトとサスペンダーを共用するスラックスの場合は、スラックスのまた上を浅くし、ウエストコートの丈を長くする必要がある。アメリカ海兵大使館のイブニングメスドレスとメスドレス。同じ服にイブニングメスドレスでは、 赤いウエストコート、メスドレスでは赤いカマーバンドを着用。清掃、冷装においては、エンビブク、フロックコート、モーニングコート及びディレクターズスーツ等の下にウエストコートを着用するのが正式とされている。TPO によりとも切れ、黒、灰、白が用いられる。ブラックタイの場合は、ウエストコートの代わりにカマーバンドを着用する。最近の服では、 ドレスコードがホワイトタイの場合はウエストコート、ブラックタイの場合はカマーバンドを同じメスジャケットの下に着用するよう規定されている場合もある。指揮者や演奏者の服装も軍服のように塩尾服の下にカマーバンドを着用しているところもある。また、ウエストコートはスーツ、ズボンと共に男性の3つ揃いを構成しワイシャツネクタイの上、上着の下に着用される。 第二次世界大戦前後を境にあまり着用されなくなった。伝統的には、ウェストコートは、紳士の服装に必須のものと考えられ、例えば1914年2月28日以前の、日本海軍の商工複製では、決して同意部分が見えない立襟型の制服、等においても、同意という名称で、ウェストコートの着用が定められていた。ありがとうございます。